Hello。ヤッホー。今日はですね、春に向けてちょっとフラワーアレンジメントをお母さんとしようということで、私のお気に入りのショップのオールグッドフラワーに来てます。ね、今日、ここ大好きなんですよ、ね。で、いろいろ前回お母さんが YouTube 出てくれて、でなんかいろんなアイディアがあるから、もっとちょっとアイディア知りたいっていう声もあったので。プレッシャーフラワーアレンジメントのちょっとティップスを交えてちょっと春に向けて、じゃあ行きますか。はい、行きましょう。 Get the one that has the big これ何？ I have no idea。 あ、カリフラワー。 That's exactly カリフラワー。これ絶対可愛いじゃん。セージもいいし、あ、でもスイスチャードもね。そうそう、ローズマリーはおすすめ。これいいよね。Is it cotton? Cotton みたいな。ね。なんだろう。すごい綺麗。結構面白いのあるね。あ、これもいいね。春っぽくて。こんにちは。うん、じゃあお母さんの一番お気に入りのフラワーポッピーゲット。これ2本ぐらいあったらいいかな。うん、ね。あ、これも素敵。This is cute, too, and it takes up a lot of space. いいですか、この Birds of Paradise を2本。一番派手派手の方。あとこういう風にさ、色が混ざってるやつとか染めてるやつとかもあるから、なんかこういう枝物があるとさ、ダイナミックになるよね。そうそうそう、It's kind of cute. 確かに。球根にを花瓶に入れるの可愛いかも。白いの可愛いのある。いいじゃん、いいのあったね。あとここいいね、本当に。ナイススペース。じゃあ。じゃあちょっとこれを使ってフラワーアレンジメントします。じゃあ、早速フラワーアレンジメントしたいんですけど、今日は、このグエジュードの定番のジャスパーフォリア。ジャスパーフォリアか、いい名前ね。ジャスパーフォリアと、あとこの、知ってるハミングバードのシリーズコレクションを使ってフラワーアレンジメントをしちゃいます。これがね、さっきあのグッドフラワーズでゲットした。行きますよ。どこから行っちゃう？ここ。おぉ、めっちゃいい。これもいいでしょ。あ、でも素敵。もうカービィもあんまりにも綺麗だから、うん、ね、それほどこう、あんまりやりすぎなくて、そうそう、シンプルの方がもうこれもすごい美しいから、うんうん、それほどたくさん必要ないです。 Yeah. You know what I mean? Nice, nice. それで we can add a little bit of、うん、It's beautiful, right?あ、色ぴったりじゃん。そうなのよ。 OK、 Like it simple。 Yeah。 なんかこれちょっと短く切りすぎちゃう。でも we can add more。 ね、こういうちょっと広めの、花瓶には、あえてすごい短く切ってパンパンに見せるっていうのを私たちは結構こだわるんですけど。いい。 Do you wanna drink red wine? おー、赤ワインを飲みながらフラワーアレンジメントなんて、うん、贅沢ね。チェーンズ。どんどん。乾杯。乾杯。乾杯。OK。ラムパンチ。あ、いいね。うん、And then, これでも切り方あるんだよね。ちょっと斜めに本当は切りながら水の下でやると長持ちするらしい。へえ。そうそう。枝のいいところは本当長持ちするっていうところがあって、本当にそう、なんか旅に出かけて帰ってきてもお花が咲いてたり、そう、そういうサプライズあるよね。そうそう、枝って。 Yeah, I love it。 これよく買ってくるんですよね、私たち。よく買うよね。ちょっと丸い実になってて、それこそ長持ちで、グリーンとあとこの白があるんですけど、結構なんか主役のお花の周りにこうつけると立体的になって、すごいなんかまとまるっていうか、結構
いいよね。Okay, じゃあこれを周りに置く。近く聞くよ。くる。よし。よし。So this should be shorter than this. Okay. Oh, that's so cute. And then just put a lot. Just fill the whole thing. Green とオレンジすごいマッチする。Oh, nice. 十分ですよね。十分。このダスティーピンクさ、この白いのに合うね。ちょっと高めの幅です。Yeah, it's perfect for that. Yeah. It's a little bit. Let's cut it. Okay, ready? やっちゃい。Okay. Okay. 色バッチリ。バッチリ。おお、もうこれでいいじゃん。I mean, see, you don't really need too much because it's. So let's add. Dry. もうちょっと違う。あ、これは？これこれこれ。ちょっとトゲトゲしてて、で茎までブルー。No, I think you should put that in here. I like that. Okay. あ、なんか初めて気があったね。珍しいわね。珍しい。だいたい私が好きっていうものママ嫌いって言って。喧嘩にならなくてよかったね。ママが好きっていうの。それでよく喧嘩するんだけど。今日は大丈夫です。今日は気が合うね。あ、いいじゃん、ちょっと。花火みたい。線香花火みたい。Okay. うん。で、この真ん中ぐらいのところに何かアドする？ちょっとハーブ混ぜるといい香りがするから色のコーディネートあるよね。カラーコーディネート、うん、ちょっとダスティーなものはダスティーでまとめて、はい、でちょっとビビッドなカラーのものはビビッドでまとめるっていう、はい、I love it. Nice. くすんでる色合いのやつを一緒にまとめるとまとまるね。あ、でもこのウェジュートの定番のさ、これ合うね。なんかグリーンも白も全部白でいろんなお花の種類をミックスするっていうのね。あ、でもかわいい、おしゃれ、さすがよ。 Look, it's so cute、うん、かわいい。ダダーン、もう一本。OK, done, done. OK, Birds of Paradise、 これいいんじゃない。ちょっと高さがある方が綺麗だよね。 Put the bird in paradise last. OK, 最後にね。Okay, so we have to cut this. フラワーアレンジメントするときにちょっとかさみしそうなところにこう高さ合わせて、Perfect. こんな感じで。あ、球根かわいい。you know じゃあこれはシンプルにちょっとお水入れて球根をいけました。And then when you put water in it. いや、水入れて。そう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 。で、ちょっとストーン入れたりとかもかわいいんじゃない？うん、石入れて。石。か、あのコルク。コルクね。うんうん。Yeah, very cute idea. かわいい。しかもブロッコリーでしたっけ？カリフラワー。カリフラワー。ほとんど使っちゃった。ほとんど使っちゃったね。いい感じ。このマグカップに入れたこのカリフラワー。でよくなんかこう不思議の形をした野菜をこうファーマーズマーケット行ったりとか八百屋さん行くと見つけて、でちょっと食べるまでにビジュアル、あの視覚的に楽しむっていうのもやってて、これはなんかちょっとあえてダスティーなカラー、ちょっとくすんだ色を一緒に合わせて、お母さんがこだわってるのは身長がちっちゃいの、中くらいの、高いのっていう風にだんだんにこう重ねることでこうまとまるっていう、ね、スペース的には、スペース的に。でこれが、ちょっと白いお花と、うん、なんかこういろんなお花があるけどしつこくなくて綺麗よね。 It smells so good、yeah. バラ。 Birds of Paradise は楽園の鳥っていう、この形が鳥に似てるからそういう風に名付けられたんだけど、はいはい、私の一番お気に入りのお花です。この、球根をちょっと水の中に入れて、でちょっとグラグラするからこうやって切り落としちゃった茎をこう短く切って立たせる、詰まりが良くなる、うんうん、これオレンジ、今日私のお洋服に合わせてグリーンとオレンジで、あら、A になる、うん、でもこういう本当に丸いちっちゃいやつを短めに切ってこう周りに置くとさらにこのオレンジの主役が引き立つから、フレッシュハーブもこの白に合うよね。白というかこのジャスパーシリーズのカラー、うん、
Birds of paradise. ああ。Birds of paradise。可愛くない？めちゃめちゃ可愛い。Nice idea。Bird's nest。Yeah. ああ。可愛い。え？春の鳥のさえずりが聞こえてきましたね。あ？When did you get those? 出たー出たー たらーん最後はい可愛いと思わない？可愛いそうヘアピンのねこのアイディアいいよねしょっちゅう2人でお花屋さん行って休みの日に連絡取り合ってあの犬の散歩をしてお花屋さん行くっていうルーティーンがあったから、うん、せっかくだからこう今回 YouTube でねよかったねこの本当にちょうどよかった、うん、タイミング的にはがある生活の楽しさをちょっと知ってもらいたくて今回はこんなエピソードにしました。はい皆さんもこの春フラワーアレンジメントを楽しんでみてください。 Thank you for watching! Thank you! 春ね早く来てほしい、ねうん